人生はギャンブルとよく言われますけども、そういう面もあるかもしれないですね。ただ私自身、人生はギャンブルだみたいに挑戦してきたことが未だにないかなと思いますね。まあ今でも、まあなんていうの、よくあることの範囲っていうかね、誤差の範囲っていうか、まだ勝負する時期が来てないなと思いますよね。まあ人によってはね、リアルを捨ててネットに行くのは、まあ、大きなギャンブルみたいなもんじゃないのって、乗るかそるかじゃないのって言いますけども、じゃあリアルがね、当たってるかって当たってないですからね。泥沼ですからね。あんまり、だからネットに行ったからといって、未知の領域に行ったからといって、状況がそこ以上に悪くなることは私はないと思うんですよ。ほとんどの方そうじゃないですかね。今より悪くなんないでしょ。いや、小さな意味では悪くなる場合が考えられると思いますけども、じゃあ、人生がギャンブルっていうのを、もうちょっと具体的に言うと、まあ、ロシアンルーレットでしょうね。ロシアンルーレットに、リボルバーの6発中に1発だけ弾を込めて、まあ、空砲だったら10万円あげるよと。もし実弾が飛んできたら死ぬよと。これ人生のギャンブルじゃないですかね、これは。これをやるのは。勝っても大したことがないけども、負けたら致命だみたいなね。それがまあ、ギャンブルの醍醐味というか、ギャンブルなんだってことですけども、ネットで失敗しても何もない、何もね、痛みはないわけですから、全然ギャンブルでもないし、会社を辞めて何か別のことをするって言っても、大したギャンブルじゃないかなと。会社にね、居続けてもその会社があるかどうかってことはそもそも不確定ですからね。私ね、その人生はギャンブルだっていうね、捉え方もないではないと思いますけども、確かにそうなんでしょうけども、私自身はまだそのギャンブルのね、順番が来てないなと思ってますね。来るのかなと思いますよね。何が起きてももう誤差の範囲ぐらいにしか、まあ今まで起きなかったんでね、なんだろう、だからね、持たざるものこそ失うことを恐れてリスクを考えて挑戦しないっていうのはあると思います。で、たくさんものを持ってる人って、失うことを恐れずに挑戦するんですよね。まだ初心忘れるべからずって言いますけども、どんなね、あの持つものも、持つもの、持つべきものも、大富豪も一文無しっていうところからスタートしてると思うんですよ。で、わずかに何かを持った人っていうのは、そのわずかを失うことを恐れてゼロに戻ることは絶対嫌なんですよね。でも100とか200に伸びることっていうのは見送っちゃうんですよ。言ってみれば、なくしても失敗しても10しか失わないけども、勝利したら1万とか10万が手に入りますよみたいなのをリスクがあるからって避けちゃうんですよね。だからロシアンルーレットですよ。ロシアンルーレットで6発中に一発だけ弾を込めて、実弾が飛んだらそれは水鉄砲だからちょっと濡れるよみたいな、ね、空砲が乗ったら1億円みたいな、そんなのをギャンブルだっていうふうに思って探し続けてるんじゃないかなと思うんですよ。で、私の言うギャンブルってのはそれとは全く逆で、まあ失敗したら致命打で、うまくいっても大して美味しくないみたいな、それがギャンブルなんじゃないかなと。そう考えると私にはまだそのギャンブルの引き金を引く順番が来てないかなと思うんで、早く来ないかなというところですかね。いってらっしゃい。